共産党と強いつながりがある、二刀夢の様の目的が、ガチでヤバいかもしれません。総務省のホームページで、有識者会議の議事録が公開されています。概要欄にリンクを貼っておきますので全文読みたい場合はそちらをご覧ください。そこでの二刀夢の様の発言が、なかなか突っ込みどころの多いものでした。まず、ヒアリング候補者について、性売買経験者当事者ネットワーク10日という団体と、国立夢ファーム実家の遠藤さんのお話をお聞きしたら、良いのではないかと思って推薦します。10日、という団体の名前が出ました。こちらの団体はコラボと強いつながりがあると思われます。性売買経験当事者ネットワーク、10日のサイトの下の方には、お問い合わせという項目があります。そこには、性売買を抜け出したいと考えている方、性売買経験女性で今の生活にお困りの方のご相談、取材依頼などのお問い合わせは、女性人権センター KEY までお願いします、と書かれています。そして KEY のサイトのメニューから、ご支援問い合わせのページに飛ぶと、ご支援のお願い、私たちの活動は、市民の方のご寄付に支えられています。運営団体である一般社団法人コラボでご寄付を募っています。ご支援よろしくお願いいたします。女性人権センター KEY への直接のご連絡は、相談者の方からのみ受け付けています。それ以外の方からのお問い合わせは、一般社団法人コラボまでお願いします。と書かれています。これって一体どういうことなんでしょうね。最終的にコラボの寄付ページに行き着くんですけども、極めて強いつながりを感じちゃいますよね。まあ推測で語るのはこの辺にしておきます。問題はこの10日という団体を、共産党と強いつながりがある二刀夢の様が、有識者会議でさも自分とは関係のない別団体であるかのように、さらっと推薦している点です。っていうかサイト見ただけでバレバレなんですけど、もうちょっとうまくやれよと、また議事録にはこんな記載もあります。次に基本方針について、基本理念に政策主、性被害の問題を課題として明記して、施策の対象者に政策主性被害の被害者を明記すべきだと考えます。また相談や支援は、自立を目的とせず、生活や人権保障とすること、包括的に支援することを理念に明記してほしいと思います。相談や支援は、自立を目的とせず、と書いてありますね。そういえば以前、コラボのバスカフェに来た二人組が、食品を大量お持ち帰りしている写真が投稿されました。あの写真なぜか SNS から消しちゃったんですよね。消すということは、何かまずいところでもあったのでしょうか。ああいう写真を見ると、自立って何なんだろう、と思ってしまいます。そりゃ一部の限られた人間は、女性を福祉に繋がないと儲からないでしょうけど、最終的には女性をしっかり自立させないと、根本的な解決にはならないですよ。若年被害女性をただ税金で養い続けても、根本的な解決にはならないというか、彼女たちが一人で生きていけるように、税金を使ってサポートするのが、コラボのような団体の仕事ではないでしょうか。国などの役割については、法律が実効性のあるものになるように、予算をつけるようにしてほしいです。国の基本方針は全国共通の仕組みにしてもらいたい。また強制力を持って実行できるようなものがいるので、努力義務で流行らない自治体が必ず出てくると思うので、やらせる、そういう法律や計画にしてほしいと思います。女性自立支援施設については、自走年齢の少女たちも利用できる場にして、自走の一時保護委託を女性新法の支援の中で受けられる仕組みを作っていただきたいです。また都道府県を超えて連携する仕組みを国の責任で作っていただきたいと思います。なんか自走の仕事を奪おうとしてませんか？そうすることで何かメリットでもあるのでしょうか？あのずさんな会計でそこまで手を広げるのはちょっとやめておいた方がいいんじゃないでしょうか？さらっと全国展開を狙っている様子も伺えます。こんな不適切な会計がまかり通ってしまう団体が全国各地にできたらそれこそもうこの世の終わりですよ。この議事録についてはひまそらあかね様も動画にするかもしれないということなので期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。